信念なき者は淘汰される。このわしの手によっての。憎しみを手当たり次第にぶつけたいだけだ。君たちは分かっていないようだね。
本当の勝利ってのはな、強い奴に勝つことじゃない。自分にとって大切なものを守り抜くことだ。僕を優しいと思っているなら、とんだ見当違いだよ。意志をなめるなよ。見ていてください、ガイス先生、今こそ自分の人道を貫き守り通す時。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。てめえも俺のクムツコレクションに加えてやるよ。俺は負けん。
白眼と銃剣がある限りな。発見64章。オイラのアートに驚嘆しろ。そして絶望するがいい。芸術は爆発だ。うん。俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。俺は誰かに必要とされる存在になりたい。新しい時代を担うのは若き火の医師たちよ。このまま逃げて筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。老木山はガマ仙人、ジライヤ様たわしのことよ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。俺は別の道を見つけた。無限つく読みに忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。よう、ウスラトンカチ。俺にあるのは兄への憎しみというつながりだけだ。お前と話せてよかった。俺を許してくれてありがとう。これで安心していける。どの先代の火影も超えて父ちゃんよりかっけえ忍びになる。俺は木の葉の忍者渦巻きナルトだ。確かに忍者の世界ではルールや掟は大切だけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。頼めるのは親友のお前だけだ。この里を内葉の名を守ってくれ。一緒にって。私だっていつまでも守ってもらってばかりじゃない。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。